皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。というわけで今回は久しぶりにあることに対して物を申していこうという企画で、この前のダービーハムの動画であまりにもツッコミどころ満載のコメントがあったので、今回はそんな感じで進めていきたいと思います。そしてまた登録されてない方はこの機会にしてくれると嬉しいです。いや本当に少し前はその物申すみたいな動画も定期的に作っていたんですが、まあ今回ちょっと久しぶりにやってみようかなと思って、だから今回の動画を見た人の中で、あ、なんかいつものダンクマンと違うなとか、びっくりしたりもしくは違和感を感じたりする人もいるかもしれないんですけど、その点はどうかご了承ください。というわけでまずは早速このコメントがあった動画なんですが、まあ内容的にはこのダービーハムがレイカーズのヘッドコーチとして正式に就任したということで、そのもちろん彼自身のこととか、あとはこのレイカーズや選手たちに対する思い、そういったことをね話してました。そしてその中の一部分で彼はラスに対してこのような発言を残しており、ラス、don't get it messed up. Russ is one of the best players our league has ever seenAnd there's still a ton left in that tank. I don't know why people tend to try to write him off. Again, we have to start on the defensive end. And in terms of what his role is going to be, I'm gonna expect him to be the same tenacious, high energy player that he's been on his entire career. A lot of it now may happen without the ball in his hand. Most of it now may happen on the defensive end. とこのように今後もまだまだラスを使っていくと、そういうふうに話していたんですが、これに対して、まずこういったコメントがありました。この監督、昨シーズンのレイカーズの試合、多分見てないやろ。ラスをどう見たら、まだ使える選手に見えるんだと。いや、本当にこの手のコメントを見るたびに思うのが、お前は一体誰なんやと。こういう誰かに対してのアンチコメントを見るたびに、毎回まずそれをね、自分は思うんですが、そして100歩譲って、そんな偉そうなことを赤の他人に言うぐらいだったら、せめてお前の見解を説明しろと。例えばこの部分、レイカーズの試合、多分見てないやろ。じゃあ、だったら、お前はそのレイカーズの試合でどういった部分が見えていたのかと。そしてここね、ラスをどう見たらまだ使える選手に見えるんだと。じゃあお前はラスをどのように見てそのもう使えない選手だと判断してるのかと。せめてそんな偉そうなことを他人に言うぐらいだったら、それぐらいの説明はするべきだと。だけどこんなしょうもないコメントにズバーっと的確に突っ込んでくれた人がいて、それがこちらなんですけど、一視聴者と実際現場に関わっているやつ、どっちが選手を見れるかっていう話なんよねと。もうまさにこれにつきますよね。いや、このコメントをしてる人のバックグラウンドがどんな感じか知りませんよ。まあミニバス、中学、高校、大学までバスケをやっていたのか。だけどまさに彼が突っ込んでるように、この一視聴者の目とダービーハムの目を一緒にするなと。彼はインタビューでも言っていたように、その若い頃に顔面に銃弾を食らって、まさに波乱万丈の人生。そしてもちろん高校大学とアメリカでバスケをプレーしていて、世界最高峰のリーグ NBA では優勝リングもゲット。しかもなんとあのオールスターサラムダンコンテストでコービーとも対決してて、しかもその後コーチとしてはね、2008年からアシスタントコーチとして下積みを続けてきて、ご存知の通り2021年にはコーチとしても優勝を経験。しかもコーチとしてもね、現在あのファイナルで頑張っているアル・ホーフォードやコービー・ブライアント、そしてあのヤニスのことも教えてきたり、そのバスケを見る目っていう意味での経験値はもう本当にやばいと。まあだからね、さっきのコメントに戻りますが、まさしくこの彼がね突っ込んでいる通り、所詮一人の視聴者と実際現場に関わってきた人、どっちの方が選手を見れるのかっていう話やと。そしてこの流れでもういくつかそのアンチコメントを見ていきたいと思うんですが、矛盾だらけ、ツッコミどころだらけの会見で笑わせるよう、言っちゃ悪いが来年自分の言ったことに責任を取ることになるだろうと。もう本当にさっきも言いましたが、お前は一体誰やと。そしてそのツッコミどころは一体何やと、説明しろと。そしてこのウエストブリックとかね、これね、ちょっとわからない人もいるかもしれないんですけど、このブリックっていうのは英語でレンガっていう意味で、レンガっていうのは、そのね、ベン・シモンズもよく言われていましたが、シュートを入らない人に対して言われるヤジ。まあ、だからそのウエストブルックとブリックにかけてるんですが、もうね、これも自分何回も動画で言ってるんですが、こういったアンチコメントを見るたびに思うのが、この人たちはどういった思考回路、もしくは神経で、一回も会ったことがないその赤の他人に対して、そんな失礼なことが言えるのかと。でもこういうことにも実はちゃんと理由があって、誰かがねその他の人を見下してバカにしている時、その人の脳内ではドーパミンっていう化学物質が分泌されて、これによって気持ちよく感じると。
このドーパミンっていうのは本来何かを一生懸命頑張って達成した時も分泌されるんですが、こうやって誰か他の人を見下してバカにすることによって、その人よりも自分はすごいと優越感に浸って、そのドーパミンも分泌されて気持ちよくなると。だから大抵のそれこそいじめとかはこういった部分が影響してると言われてるんですが、その明らかにね、その人よりもすごい、例えばそうウエストブルック、もう間違いなくそのアンチコメントを言ってる人の何千倍も稼いでるウエストブルックに対して、そういった偉そうなことを下げることを言って優越感に浸ってドーパミンを分泌して気持ちよくなってると。こういった現象については、井上先生もバガボンドで同じようなことを言ってて、強くなろうと、あがく者が一人でもいると、何もしない自分が惨めだもんな。みんなが同じなら見えないのに、異質なものがいると浮かび上がってしまう。自分の惨めさが、だから追い出そうとして、それができないとわかると、嘲笑い、下に見て、線引きして、それでまた自分を見ずに済むと。だからそういうことですよ。そのように、あえて自分よりも明らかに上の人をバカにすることによって、しょうもない自分のことを見ないで済むと。もうこれはね、何かを一生懸命頑張っていたり、夢に向かって走っていってる人はわかると思うんですが、そういう人は、その誰かに対して毒を吐いたり、なんかそのアンチコメントを書いてる暇なんてないんですよね。もうそんな暇なんかないと。っていうのは、そんな時間があったら、その人はね、その時間をその夢に向かって使っていくはずだから。はい、というわけで今回はもう結構喋ったんで、このくらいにしておきたいと思います。そしてまあ今回これを見てね、あれ、いつものダンクマンと違うとびっくりした人もいるかと思うんですが、まあ今回はね、最初にも言ったんですが、そういったコンセプト、企画だったんで、その点はご了承ください。というわけでこの企画も好評だったらまたやっていきたいと思うんですが、皆さんは今回これを聞いてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。そしてもしも楽しんでもらえたら高評価もお願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。